はい、どうもテールです。本日はですね、私が普段、動画編集をしているですね、環境を今日はご紹介していきたいなと思います。で、実際ですね、今この座っている椅子と、ここにあるモニター2つとですね、で、MacBook Pro でですね、編集しているような感じなんですけども、ちょっと一つずつですね、紹介していきたいなと思います。なんか結構今はですね DM でどういう感じの編集状況でやってるのかっていうのを見たいっていうのが声があったので、それで今この動画を撮ってます。ではですねちょっと紹介していきたいと思います。でですね普段やってるのがですね、まずこのこれですね、この MacBook Pro でやってます。でこれがですね、はい、2015年の MacBook Pro っていう感じでですね、レティーナディスプレイのやつを使ってます。結構ですね3年前のパソコンにはなるので、そろそろ私もちょっと買い替えを今検討している状況です。で、次にですね、この今後ろにあるモニターはですね、誰もが知ってるあのブックオフのですね中古で、実際に一つ確か4000、5000ぐらいで買ったモニターで、でほぼなんか中古っていうよりもほぼ新品に近い状態で売ってたので、このモニターを買いました。もうなんかその買った当時はもう3年4年ぐらい前なんで、もう何でもよかったんで、とりあえずデュアルディスプレイにしたいという思いで、このモニターを買いました。で今最近ですね、ちょっとモニターを一つまた新たに買おうかなと思ってるんが、まあ一つのモニターで、結構もうワイドでなるような大きいやつがあると思うんですけども、それをちょっと買おうかなと思ってます。まだちょっと何を買うかっていうのは具体的に決まってないんですけども、モニターもまた新たに買おうと思ってるんで、せっかくなんで今日はこうやって撮ってる感じです。で、次にですね、これがですね MacBook Pro の純正品のキーボードですね。で、まあこのテンキーがついてないものもあるんですけども、私ちょっとこのテンキーがなかったらちょっと嫌なので、このテンキーがついている純正のやつを買いました。ただまあワイヤレスじゃなくても、普通に線があるようなやつですね。はい。で、次にちょっと今これ充電してるんですけども、マウスが、G700S っていうですねゲーミングマウスを使ってます。で、これもめちゃくちゃ良くてですね、もう私がもうこの G700 の時からもう何年ですかね、もう22、23ぐらいの時からずっと愛用しているマウスですね。もう5年、6年愛用してる、まあこれも4代目ぐらいになるんですけども、もう大体4年、5年ぐらいこのマウスをずっと使ってます。すごいこれはですね、手にフィットするような感じの形になってまして、で、このマウスはですね、このスクロールするこの部分があるんですけども、これがですねロックを解除することによってさーっと一気に下とか、もしくはこうやって上に行けるような感じで、これがすごい気に入ってます個人的に。あとはその他いろいろなこのボタンを押すに設定をすることによって、一回このボタンを押すだけで、前のページに戻れたりとか、前のページに進めたりとか、なんかいろんな機能を設定して使うことができます。はい、もうこのマウスはすごいおすすめです。で、このマウスパッドは正直ちょっと適当です。本来はシールになってましてね、これをまあ貼れるんですけど、ちょっともう私貼らずに持ってます。で、これは結構硬い素材で、すごいさらに早くマウスを使うことができます。ちょっと見てもらいたいんですけども、私ですねマウスがめちゃくちゃ早いんですよ。これちょっとわかんないんですけども、はい。でですね、私のマウスはですね、マウスのスピードがすごく早く設定しまして、MacBook の設定でもですね、マウスが一番最速でなるようにしてまして、で、さらにこのマウスを使うことによって早く、マウスを動かして、なんで初めて私のこのマウスを触ると結構すごい皆さんびっくりして使えない方がいるぐらい本当に早い状況になってます。でも、初めは慣れないんですけども、慣れてくるとすごい、早い方が、やりやすくなってくるので、やっぱり作業効率も上がるので、ぜひ、早くしてみてください。で、ちょっとさっき紹介するの忘れたんですけども、このモニターですね、アクサーって言うんですかね。アクサーさんの、モニターになります。ちょっとサイズ感忘れたんですけども、なんか20何かちょっと忘れたんですけど、まあ、そんなに大きくないモニターです。で、それを、まあ言ったら、これはですね、ただのモニターなんで、この MacBook Pro に、ここですね、HDMI を2本、これアダプターをつけて、また HDMI を差しているような状況で、ここにもう直接つなげているような感じですね。で、あとは、この USB は何をつないでるかっていうと、ここですね、これは今マウスを充電してた線と、多分この USB は裏にあるですね、ハードディスク。はい。これがハード、ちょっとゴキブリのおもちゃがあるんですけども、これがですね、2TB のハードディスクになります。で、もう一つの USB が、このスピーカーになります。ケンウッドのスピーカー。もうこれはもらいもんなんで、
これももうなんか、サブでつけてるような感じなんで、そんなにめちゃくちゃ音はいいかって言ったらそうでもない感じなんですけども、まあけど、ないよりは全然マシなんで、スピーカーもつけてます。という感じなんですけども、最後にですね、この、後ろにあるこのテーブルですかね。このテーブル。このデスクはだいたい楽天とかで2万円 ?2 万円前後 ?2 万したかしてないかぐらいの料金だったと思います。ですかね。まあ本当に、まあなんか、すごいめっちゃ凝ってるわけではないんですけども、モニターで言っても5000円前後で、マウスが確か1万か2万ぐらい、ま、めっちゃ大雑把なんですけど、それぐらいの値段だったと思います。はい。ただ、一番この中で私が、正直おすすめするのは、もう間違いなく、これですね。さっき紹介した、G700S のこのマウス。これが結構マウス自体はめちゃくちゃ高いんですけども、でも、私的にはこの手のフィット感とか、あとこの、いろんな機能もありますし、あとこのスクロール、さっき言った、ガーッといける。これが個人的にめっちゃ好きです。というような感じですかね。はい。すごいちょっと、ざっくりした、編集環境のご紹介ではあったんですけども、今日はですね、私の普段、動画編集をしている環境はどんな感じかっていうのをご紹介できたらなと思いました。またですね、もし、これからですね、この後ろのモニターを変えたりとか、あとは、もしかしたらパソコンの買い替えとか、なんかいろいろ、これから編集環境も変えていこうと思ってるんで、その時にもまた動画を撮れたらいいかなと思います。もしちょっとでもですね参考にしていただければなと思います。本日の動画がちょっとでもいいなと思っていただければ、ぜひグッドボタンの方お願いいたします。あとですね、インスタグラムとツイッターの方もしてますので、ぜひ、気軽にフォローの方もお願いいたします。それでは本日は以上となります。ありがとうございました。ではバイバーイ。Why should I stay? Please take me away from the light. I don't belong. With mind and with thought.